日常演武です。本日は土曜の父の日ということで、父がすき家の牛丼を食べて、牛丼じゃないや、うな丼を食べていた。去年は松屋だったかな、なので今年はすき家にしてみました。ふっくらとして焼き上がったうなぎがタレとお肉絡んで美味しそうです。では早速うなぎいただきます。わわふっくらとした食感のうなぎと甘辛い味付けのタレの相性がバッチリで美味しい。牛皿もつけたら、いや、うなぎにすべたらお肉の旨味も加わってもっと美味しくなったのかな。だけど、ふっくらとしたうなぎで精力をつけて夏を乗り切りたいなって思う。商品です。パクパクと食べ進められますね。タレが染み込んだご飯もいいよ。もっともっと食べたくなる。のんぶり屋さんだから、お箸で食べづらくなったらレンゲに切り替えられるのもいいですね。まあ、家でもスプーン持ってくればいいじゃんって突っ込まれそうですけど。というわけで、今年の土用の丑の日は、うなぎ、すき家のうなぎで乗り切っていきますよ。あなたはどこのうなぎで乗り切ろうと思いますか？私に教えてくださると嬉しい。ごちそうさまでした。ふっくらと焼き上がったうなぎと甘辛いタレの味付けが本当に相性がいい。ご飯ともにうまくタレのうなぎの旨味を染み込んでいて美味しい。松屋さんのものとはまた違ったうなぎのふっくらとした旨味があって美味しかった。あなたも第二の牛の日に好きなうなぎうな丼ぜひ食べてみてください。というわけで今回は好きなうなぎふっくらとしたうなぎの旨味が噛むたびに広がってきて美味しかったのでご添付させていただきました。本日のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終了。